塩原温泉バスターミナル、塩原温泉駅は、栃木県那須塩原市塩原にある、JR バス関東西那須の支店のバスターミナルである。停留所としての名称は、塩原温泉バスターミナル。塩原温泉橋の小町地区にあり、開業当初は、塩原小町という名称であった。塩原温泉駅1990年代までは、西那須の支店の塩原営業所としても機能しており、 常駐する車両も存在した。また、緑の窓口、売店、喫茶コーナーも揃った本格的なバス駅であった。しかし、相次ぐ路線廃止により、西那須の支店自体の一般路線が塩原線のみになってしまったことから、営業所としては閉鎖となった。また、高速バス、もみじ号の発着が、那須温泉へ振り分けられ、予約制のバスが減少したこともあり、 2006年5月14日限りで窓口営業も終了となった。以後は塩原温泉バスターミナルと案内されており、塩原線と那須塩原市地域バス、U バスの乗り継ぎターミナルとして機能している。旅館などのホームページでは2007年現在でも塩原温泉駅と表記されているものもある。住所は栃木県那須塩原市塩原768。 ありがとうございます。